アナグマ赤は、哺乳鋼食肉目イタチカに含まれる赤。ユーラシア大陸、インドネシア、日本ずんぐりとした体つき、細長い顔、死は短く、前死には鋭い鍵爪を持つ。視力は弱く、嗅覚や聴覚が発達している。前足にある丈夫な鍵爪を用いて、地中に深い巣穴を掘る。イタチカは、単独生活をする種が多いが、 アナグマは群れを作って生活している。雑食性で、ネズミなどの小型哺乳類、鳥類の卵、昆虫、果実などを食べる。アナグマ族、アメリカアナグマ族、イタチアナグマ族、スカンクアナグマ族、ブタバナアナグマ族で、本赤を構成する説もあった。一方で2005年の MSW3 では、本赤はイタチ赤に含まれ、認められていなかった。 2008年に発表されたイタチカの各 DNA やミトコンドリア DNA の最大節約法、最優法、ベース法による系統推定では、アナグマ族とブタバナアナグマ族は単系統群を、形成しこの単系統群は、アメリカアナグマ族、ラーテル族に次いで分岐した系統だと推定されている。一方で、従来のアナグマ赤の単系統性は否定された。この論文では、 イタチカ内の赤の復活や、最定義も提唱しており、その説に従えば、本赤は、アナグマ族とブタバナアナグマ族のみで構成される。以下の分類は佐藤、和明は、川田ら、英名は、和ゼンクラフトヘルゲンエトールに従う。日本には、日本アナグマが生息するが、古来タヌキなどと混同され、故障もタヌキ、ムジナ、ミなどが入り乱れて混乱していた。 アナグマの毛皮は医療として用いられるほか、その毛は筆や刷毛として用いられている。肉は大変美味であるといい、味噌で煮込んだ鍋料理は、無地な汁、たぬき汁などの名で知られる。ありがとうございます。